今回ご紹介するのは JR 北海道根室本線の池田駅です。池田駅は1904年明治37年に北海道関節鉄道の駅として開業しました。同時に池田機関庫が設置されています。駅名の池田の由来は開墾が始まった1896年明治29年に徳川慶喜の五男池田中広が都市別川と十勝川の合流点付近に池田農場を開設し、鉄道開通時その農場内に駅ができたことに由来しています。当駅は社員配置駅で、管理駅として幕別から豊頃間の各駅を管理下に置いています。緑の窓口が設置され、かつてはキオスクが営業していました。当駅には特急大空を含め全ての列車が停車します。当駅は単式・島式ホームを組み合わせた計2面3線の地上駅で、上り本線が1番線、下り本線が2番線となっていますが、3線とも上下列車が使用可能となっています。そのため特急列車は札幌行き、釧路行きともに改札口すぐの1番線を使用し、普通列車も方向を問わず全ての線路を使用します。お互いのホームは跨線橋で連絡しています。3番線の滝川方が途中から切り欠かれていますが、これは2006年平成18年4月に廃止されたふるさと銀河線用の4番線の跡です。紹介についてご案内いたします。当駅14時35分発釧路駅特別急行大空号、ただいま定刻より15分ほど遅れて運転中です。
当駅14時35分発、釧路特別急行大空港、和歌山帝国へ15分ほど、お乗り運転中です。お次のところ、開発されますが、列車到着までおしばらくお待ちください。列車お客様をご案内いたします。駅代金14時35分発、釧路駅東急大空港号ですが、ただいま帝国約17分ほど遅れて列車をご注意です。遅れ時間に関しましては、今後運転状況により前後する可能性がございます。大変恐れ入りますが、列車到着までもうしばらくお待ちください。ただいまから遅れています釧路駅特急大空5号の改札といたします。釧路駅特急大空5号にご乗車のお客様は改札口前1番乗り場でお待ちください。改札口前1番乗り場でお待ちください。遅れています釧路駅特急大空5号にご乗車のお客様は改札口前1番乗り場でお待ちください。ご視聴ありがとうございました。